はい、どうも、こんにちは。ガーネルです。さあ、続きやっていくんだけど、まあ、前回はね、まあ、あそこの、見えるかな？あ、てか、そこにいるわ。あそこのやつにね、まあ、ボコボコにされたんだけど、まだね、ここのエリアで探索してない部分があって、この下とかね、そこを行ってからちょっと先進もうかなと。思うんですが、早速敵だね。あ、そうそう。画素を変えたことで、この攻撃のね、あれもなんか、変わってるんだよね。こんな感じで。なあね、ちょっと威力下がってるね。うん。確かなんか威力下がってるよ的なパラメーターになってたはずだから。とりあえずこれで、スライム君はな、どうなんだろうね。なんか魔法が効きそうな感じだよね。で、この辺のアイテムを拾っていくと。リターナー。おー、これはあれか？あー、違うな。あ、あった。消耗品だが、ヘイズを失わずに、最後に記憶した。あー、これはあれか。重要品だな ただ、消費するってことか。なるへそ。おー、落ちた 嘘でしょ。あんな一瞬で終わったんだけど。マジかよ。またこいつはやんねえといけねえじゃん。ここにもアイテムがあってねっていうのを言おうとしたんだけど、ああ、これやばいやつだな。そう、この奥にも行ってなくてね。うわ、やばいな。なんかめっちゃいるんだけど。かあ、これはちょっとやばいことだったな。ちょっと待って。ああ、でもこれ複数アイテムも、あー、やっぱちょっと低すぎて、敵の位置が低すぎて当たんねえな。ちょっと、ここどこだ。あ、戻ってきたのか。いやー、マジかよ。ちょっとこれ乱戦になると厳しいな。とりあえずこのアイテム拾って、で、こっちにも道があってね。とりあえず気づかれないように、ハイドアタックを。そう、ハイドアタックのこれもちょっと変わってるんだよね。ハイドアタックだっけ？バックアタックか。では、こいつだとはまあ、ちょ。こいつはちょっと正面から殴り合わないと。うん。あ、スタミナが足りなくて、あ、集中モードあったね。いや、やっぱこれじゃあれだな。やっぱこれをつなげていかないとやっぱダメージ稼げねえな。ああ、なるほど。ここに来るのか。とりあえずこれでアイテムは全部かっさらったかな。よーし、じゃあ続きやっていくか。とりあえずあれだな。まあ、レンジャーとかになって、9個のアイテムが隠されてるようだ。多分この先のことだと思うんだけど、まあ、一応レンジャーでは戦えないことは、あ？誰だお前？誰っすか？なんかちょっとなんかあれだよね。かっこいい敵が現れたぞ。ん？あ、ちげえわ。お前も探索者か。どうやら一人みたいだな。俺も今回は一人で探索を行っていたのだが、この先に進むのに連れ合いが欲しかったところだ。どうだろう、今回の探索が終わるまででもいい。同行しないか。騙して襲うような真似はしない。安心してくれ。こんな正気が濃くロストがうろつく場所で争ったりしないさ。
ああ、これは同行させた方がいいんかな。なんかこう、どうしようかね。まあ、間違いなく戦闘は楽になるんだけど、まあ行くか一そ緒れはに。助かる。短い間だがよろしく頼む。なんだこれ。ステンジャーかな？わかんないけど。まあ、とりあえずなんか今日もよろしくな。仲間ができたね。オリバーとは何だったのかって感じだけど。なんかいろんな道あるし、なんか、ここ的厄介だな。あー、これはあれだね。あとデカブツがいるのはちょっと厄介だな。攻撃をしたいので。あれ、なんでやねん。距離足りなかったか。ちょっと、いやちょっと待ってくれよ。距離足りなかったのかな。あ、失敗したな。マジか。やっぱこうデカブツ強えな、デカブツよ。どうも、こんばんは。ああ、キャスタータイプなんか、お前。こいつもあれだな。あ、いって。ああ、落ちちゃったか。ああ、もしかしてこいつにはあれか？いや、でも前ハイドアタック効いたよな。いって。あんま適当にやってると死んじゃうからな。いって。ああ、HP があれしたから、ちょっと、あれか、こういう貴重状な態にな物ったっ資てことか。ありがたくもらおう。ちょっとあれだな。ちょっと戦いが適当になってるね。前回のがまだ良かったぞ。で、そっからのジャンプ攻撃。いまだにこの武器以外のあれがねえからな。さすがにこの鉄パイプみたいなの卒業したいんだけど。これあれか？こっちじゃなくて、あっちが正規ルートかな？すまない、今行く。おお、ちょっと、あ、でもここ来たとこだわ。戻っただけだ、ここ。さあ、この先か。今行く。またなんか、全然違うとこ来たな。これあれか？血類の湖だね。釣りゲットですね。これであとは戻ればいいって感じかな。血水の湖の活性化。まあ説明だね。とりあえず先進むか。ああ、ここは宿り木あるね。さてと、今回も連結の習得でもしようかね。ああ、一定時間装備中の武器に、状態異常、ベノムの力を付与するって書いてあるね。これはちょっとつけておこうかな。このレンジャーでも一応戦えるようにという、そういう意味合いでね。
レイズドアを取得しとくか。さあレベルは1上げられるね。1上げとくか。お前それは、いや詳しい話は後でさせてくれ。あの血霊の湖のことけ。あこいつら知らないのか、血霊の湖のこと。知らんけど。地上まではもう少しだ。さあもうちょっとで、一体何が。あ剣じゃん、やっと剣ゲットできたね。この鉄パイプ嫌だったんだよ。ようやく変更できるわ。あと装備なんだけどな、こっちの方がいいな。こっちのはあの、まあ個人的に好きだな個人的に好きだなっていう理由でこっちにするんだけど。少し動きにくいか。特に何もねえな。あ、マジか。これ取ったらあれってことかな。いやめっちゃ食らったな。あーそうそう、なんかね、前回なんかあのジャストガードみたいのあるんじゃないかみたいな話としてたんだけど、どうやらねこのこれ受け流しみたいのがあるらしいんだよね。おびっくりした、急に分身するのやめてくんない。これで要するにダクトリューパディみたいのができるんだってね。その説明出たっけなんかもしかしたら出てたけど俺がスルーしてた説はあるね。それかなんか一瞬だけあの映った説明のやつがそれだったのかもしれないけど。あーここあれだな、し違う、ソニックロアローはこれあれか、使えるやつか俺が。あー弾丸にするって書いてあるな。あーギフトヒールとか、これシフティングフォローってこれあれか、なんか回避技なんかな、わかんないけど。で猛毒の印つけといて、つけておくか。こんばんは。いっちゃえ、ちょっと、おい、ちょっと、おい、後ろから急に殴りかかってくるのやめてくんないか。地盤を破って作った湖か。普通に仲間いなかったら終わってたまであるぞ、ほんと。足場に気をつけろ。あー、まあ食らうな、まあまあだな。あー、マジかよ。敵をなんかおびき寄せるにはいいかもしれないね。いやーあの今さ、俺が足を引っ張らないようにしないとな。いやー俺がめっちゃ足引っ張ってるんですよ今俺の方がめっちゃ足引っ張ってっから。うん、いやーやっぱりあれだな、ファイターの方が戦闘向きだな。まあ2個あるか、ここにもあるね。そんなところに、お、これはあれか、なんだっけ、解放するやつ。これ周辺地図がわかるよって感じか。ああもう地上出るね。何か見落としたものはないか。おーもう地上出ちゃうな。なんかいるね。ああまだなんか2個アイテムが。地上の光だ。あらアイテム2個あるっつってんな。ちょっと探索してみるか。そう探索しようと思ったんだけどね、敵が復活してたからちょっとやめたわ敵が復活してからやめるっていうチキンプレイ。
さあ地上に出たんだけど、あれお前、あ、もう狂っちゃってるわ。二度と元には戻らない。え、オリバーやんなきゃいけないの？ちょ、お前モブじゃないのか、お前普通になんかモブっぽいやつを喋るんですけど。オリバー・コリンズ、マジかよ、ボスかよ。とりあえずあれだな、強化して血も吸いつつやっていくって感じでしょう。とりあえず1回復するからね。やば、いって、クソ、斧だからな、あれだ、後ろに折ってもダメージが。いや2人いるからな、ぶっちゃけなんか余裕感はあるけどな。あー、後ろのバックアタックできねえな。いやでも普通に勝てえな。あー、なんかすごいのになっちゃったよ。ちょ、もう HP がねえからよ。うわー、マジかよ、センキュー、マジかよ、仲間こんなに強いんだけど。マジで俺役立ちじゃん。あー、マジかよ、いやもう無理っしょ。いやー、ちょっと体力が体力なくて無理だったな。気づいたか。いや普通強かったな、オリバーよ。こっからかよ、ここちょっと遠いんだよな。戦術を見直した方が。さあ第2ラウンドだ。ただヘイトだけ返してな。とりあえず HP 半分くらいになるとあいつがあれになるのは分かったから、分回しだな。とりあえず分回しがやばいから、あとひるみがねえからな、このコンボが。これ対応しちゃうとね、あー、クソ、避けれねえか。ちゃんと避けに、回避も攻撃に合わせてやっていかないとな。これ2人いても普通にきつくないかこれ1人だったらマジでやばいんだけど。いやー、これは気持ち悪いなオリバーさんよ。危ねえ、もう一回か。ただ後ろから切っといてくれ、俺がヘイト向けてる間によ。危ない危ない、スタミナのことも考えてやんないとな。あっぶね、さすがに2回目だからもうあれか、勝てるか。さすがに2回やれば、あははははは、半ば強えんだけどだったか。ところでお前たちはレブナントに定められた義務だ、例外はない。血液か、そいつには触らない方がいい。あれこいつよく見たらあれじゃね、ロストに変える危険な石だ。オープニングで映ってたやつじゃん。誰かがこれ重要キャラじゃん血類がなければ俺たちは。その子が落ち着いたらここを離れよう。あの世紀末百科みたいなやつは死んだのか。なるしかないんだ、拾うしかないのかこれ。待て、何を。何にもせず拾っちゃったわ。手を離せ、飲み込まれるぞ。
大丈夫。あなたなら。あ、これもしかしてブラッドコードか。急に謎空間現れたぞ。これまたあれがチュートリアルの子が出てくるのか。違うな、これオリバーの中かもしかして。なんだこれ急に謎空間。今回だけは勘弁してくれ。それを持っていかれたら俺は血類を収めるのが保護区に住むレブナントに定められた義務だ。例外はない。許せるぜ。ああ、心の中だな。お父さん、お母さん。誰かが犠牲になるしかないんだ。血類がなければ俺たちは。まあオリバーもちょっといろいろと。俺たちのような野良のレブナントは死に物狂いで血類を探さなくちゃならないのさ。たとえ他のレブナントを犠牲にしてでも。まあオリバーはそれ許せないタイプなんだろうけどな。罰が当たったんだろうな、きっと。せめてあいつだけで助かってくれれば。あれ気がついたら2人いるんだけど。ここは記憶の残滓、失われた記憶がたゆたう場所。参りましょう。あの階段を進めば元の場所に戻れます。これはあのロストの過去。いや、まさかそんな。まあ何があった、まあ、主人公特有の、まあ、そういう能力なんだろうけど。今のは一体。記憶、あの血液に刻まれていた持ち主の。まさか俺も一緒に引き込まれるとは。溶け合ったのですね、あなたと。信じられない。これもお前の力なのか。らしいっすね。ついてきてくれ。今は休める場所が必要だろう。俺はルイ、血類の研究をしている。やっぱ重要キャラだったね。声って分かってたけど。もう声が強い人だから。もうキョウ戦士、高い腕力と耐久性で戦況を押し切るタイプ、極めて少ない命血量も重装備で保管できると。あーまあ、あひどい景色だろう。クイーンに勝利した後突然現れた赤い霧。クイーンってなんすか。あの霧の出現によってあらゆるものが閉じ込められ、シルバが君臨するレブラント社会が誕生した。霧の牢獄、霧に閉じ込められたこの世界はいつしかそう呼ばれるようになった。血を求めて
危険な正気の中を歩き回り、何度も死に戻りながら血類を探していく毎日。レヴナントには血が必要だ。おしゃれなバーとかあるんですけど、あの化け物ロストに変貌してしまう。お前を捕らえた連中たちもまたロストの恐怖におののき血を求めた。ありきたりのレヴナントだけれど、さざ波を立った。お前は正気を晴らし血類の泉を再生させたな。どこでその力を手に入れた？いやー、わかんないっす。全然わかんないっす。記憶の欠損か。他に覚えていること？珍しいな、ほとんどの記憶を失うとは。彼女もそうだったか。しばらくゆっくりするといい。ここは好きに使ってくれ。ほう、ここが拠点になるのかな。とりあえずあれだな、全員に話していくか。少し疲れが見えるか。話の続きはまた後で行おう。彼女、あ、ごめんなさい。少し疲れが見え、彼女もこんなところに連れてこられて心細いはずだ。声をかけてやるといい。なるほど、こいつに話しかけたら先進むかな、多分。なんかあれだ、座る、あ、座れんのね。なんかいろいろあんな。とりあえずまずいろんなところ人から探してみるか。見ない顔だね、ルイのやつ。また面倒ごとに首突っ込んでるのかい。まあ別に私には関係ないことだけどね。ちょっとカメラアングルが仕事しないんですけど。私はここ、行商人さ、以後ごひいきに。カメラアングルが仕事しないんだけど悪いけど。ああ、まだあれらしいね。で、あんたはレーブナントってのは何かしら腹に一物抱えてるもんだ。おかしな真似はしないでくれよ。ルイとの話が落ち着くまではしっかり監視させてもらうぜ。まあしょうがねえわな。あんたもあれか。初めまして。ルイがわざわざ連れてきたってことは何か訳ありなのかな。私はリン・ムラサメ。この拠点で探索のサポートを受け負っているんだ。よろしくね。ちょっと事情があって一緒に戦うことはできないけど、武器の手配や調整に関しては責任持ってやらせてもらうから、自分の家だと思ってゆっくりしていってね。すごい寛容じゃん、村雨ちゃん。まあちょっとないものはないんですけどなんだこの急にさ、日本和風みたいなの取り入れてで、次はあんたか。お前か、ルイのお眼鏡にかなったレブナントっていうのは。俺はデイビスだ。臨時総督府から真相調査の任を受け各地を巡っている。なんかあんただけ格好違うんすけど。念のために言っておくが、面倒事だけは起こしてくれるなよ。その時は俺が動かなくちゃならなくなるんでね。ま、よろしく頼む。ん、あんただけあれか、レヴナントじゃないのか、もしかして。なんか服装があれなんだよな。さーてと、レベル上げなんだけど、なんか一気に8レベルも上げれるな果たしてそんなに上げていいのやらっていう感じではあるんだよな。あんまりぬるげになってほしくもないしな。あ、これだ、強戦士。なんだこれ、堅牢が増加するって、これなんだ。ただ習得できるからな。まあ、こういうパッシブスキルって結構ね、有効だったりするから、これはね、ぶっちゃけ一番最初に取っておきたいスキルではあるんだよね。そう、技のレベルアップ、こういうあの、技のクレイジーブローみたいに技の強化よりも、こういうパッシブスキル系を取っていきたい
人間なんだよね。あとどうしようかな。あー、この鎧落としっていうのもいいかもしれないな。敵をひるませやすくするっていうスキル、うん、これもありだな。まあ残りはレベルアップにしとくか。レベル6か。はい、といった感じで今回はまあここまでにしとこうかね。いやー、まさかオリバーが最後ね、ボスとなって出てくるとは思わなかったね。で、まあ拠点というところでね、まあここを中心としてやっていくんだろうけど、まあ、ようやくなんかチュートリアル抜けたって感じだね。はい、といった感じで今回はこれで終わります。さよなら。